兵庫県北張間県民局北張間県民局は日本の地方自治法155条に基づいて設置されている兵庫県の市長。所在地は加藤市の兵庫県社総合庁舎で三木市に三木庁舎を設置している。前身組織として1942年に設置された社長の加藤地方事務所、北条町の笠西地方事務所、西脇町の高地方事務所が認められる。 また、現在は、北張馬県民局の管轄となっている旧、美濃郡域は、明石市の明美地方事務所が管轄していた。1971年より、地方自治法第155条第1項の規定に、基づいて、県内各地に出先機関として県民局が設置され、三地方事務所の管轄区域は、東張馬県民局の管轄となる。 2000年に県民局の数を6局から10局に増設する県民局設置条例の改正が行われ、2001年4月1日に従来は東張間県民局が管轄していた東、張間地域の北部を分割して、加藤軍社長に北張間県民局が新設された。兵庫県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は旧設国。 丹波国、張馬国、田島国、淡路国、備前国、三正坂国の国境。1、神戸県民センター2、阪神南県民センター3、阪神北県民局4、東張馬県民局5、北張馬県民局6、中張馬県民センター7、西張馬県民局8、田島県民局9、丹波県民局10、淡路県民局健康福祉事務所は、 他の都道府県における保健所に相当する。県庁スタイル、英語兵語知事選挙に県民局、頼りにされたい。神戸新聞、オリジナルの2012年8月4日、時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ avtj。ありがとうございます。